こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日も質問答えてます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、普通がモテる、一見モテそうでモテない男性とは、という話をさせていただきたいと思います。で、一見パッと見モテそうだなって男女ともに思う男性っていると思うんですね。でもそれでもね、モテない人ってやっぱりいるんですよ。それはね、一体どういう男性がモテそうなのにモテないかというと、逆にね、それモテそうでモテない人の真似しちゃったら困るからね、お伝えしようと思うんですけれども、それは一体どんな人かというと、自分のことを好きっていうのは全然いいんだけれども、自分を愛しすぎてる人っているんですよ。自分が好きすぎる人っていうのはなんかね、惹かれる、引いちゃうわかるんですよ。自分の、例えばね、外見、自分で俺かっこいいぜみたいに思ってるのを、なんだろう、女性って中身がかっこいい人が好きなだけで、その外見とか本当にそんなにね、婚活女性に、ある程度のね、婚活してる女性なんてそこまで外見、顔じゃなくなってくるんだけれども、中身がないのに顔だけで俺かっこいいぜみたいな感じの自信満々な人っていうのはちょっとね、モテなかったりします。なので、そういう人のね、自信満々みたいな、ああいう感じがね、こういいんだ、きっと女性にモテるんだと思って真似したらね、あなたの良さがなくなってしまう可能性がありますので、気をつけてください。ではですね、後から出ますけど、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではですね、今日は質問に答えます。また、結婚生活に冷めてしまった場合、子育てが終わるまで我慢して仮面夫婦しているとします。その際、不倫はありですか、なしですか。いつも独身者に対して発信しているジュリさんの個人的意見で結構ですので聞きたいです。基本的に不倫はなしですよね。ただ人間だから、もしかしたらそのね、いろんな事情があってそういう風な環境になってしまうかもしれないけど、推奨はしてないです。それよりは、どうやったら夫婦生活がうまくいくのかなって2人で歩み寄った方がいいんじゃないかなと思います。まあでもいろんな事情があるとは思うけれども、推奨はしないです。はい、せっかくね、好き同士が夫婦になったんだったら、まあ、もちろんね、こうお互いのかけ違いとかあると思うけど、できれば極力、2人が仲良くなれるように努力して、それでもダメだったら離婚っていうのもありなんじゃないかなとは思いますけど、なるべくしない方がいいですよね。否定はしないです。はい、まあ、いろんな愛の形があるので、お互いが納得するのがいいんじゃないでしょうか。はい、ではですね、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。